今月13日、小山町で起きた観光バスの横転事故では、女性客1人が死亡し、26人が重軽傷を負いました。警察は運行記録の分析や車体の検証を進めていて、事故直前、運転席で異常を知らせる複数の警告音が鳴っていたことが分かりました。このバスの場合、警告音が鳴るのはエアブレーキを動かす空気圧の低下や急なシフトダウンによりギアが入らないケースなどが考えられるということです。車両メーカーで行った検証でギアの機能自体に異常はなかったことが分かっていて、警察は引き続き警告音の原因や当時の運転状況について調べています。